バナナの謎の謎謎など謎なのだけれど、バナナの謎はまだ謎なのだったと、と、はい、ゴツの趣味部屋へようこそ。今回はね、まあ、チャンネル登録者さんからね、早口言葉、いただきましたんでね、リクエスト。そちらを喋らせていただきましたけれども、難易度高いですね。めっちゃ長いし、難易度高いし、その後も噛むし。はい、ということでね、今回はね、まあ、ジャンルがね、今までのジャンルで紹介したことあるかなっていうのなんですけど、まあ、タイトルとかサムネとかでね、分かってるかと思いますが、こちらですね、じゃじゃんと、はい、悠々白書から比叡ですね、はい、これはね、寿屋から出ていますアート FXJ、ですかね、はい、それのね、比叡、こちらがね再販されたんですね。これね、結構前に出たんですよ。でもね、なんだろうね、プレ値がついたりしちゃってね、買えなかったんですけど、再販されたということでね、もう早速、予約して、購入しました。はい。ということでね、今回はこの中二病、あるいはもう、ジャガンのね、比叡をね、紹介していきたいと思います。はい、ではね、ちょっとね、ブリスターの状態までね持っていきましょう。はい、ということでね、ブリスターまで持っていきました。はい、まあこういう感じで入ってますね。はい、で、そこには、説明書だと思いますが、ついてますね。はい、まあ、パーツ数はそんなに多くはないんでね、まあ、付け替えたりしたいと思います。では早速ね、開封します。はい、開封し終わりました。こちらですね。いや、かっけー、ヒエいいね。くわ、このね、右手の包帯をこうパーってほどいてね、うわかっこいい。いや、悠々白書の中でね、比叡が一番好きなんですよね。いやー、かっこいい。定期もいいね。プリントもよくされてるし、うん、この結構ね、この布もねすっごい柔らかい感じで、で、台座はね竜を模してますね。はい、悠々白書と。いや、これはいい。うん、で、付属として、ジャガンのね、ジャガンが開眼した時の、表情パーツと、あと、蛇王演説黒竜派の時のね、鉄パーツがつきますね。では早速ね、この2つ取り替えてみましょう。はい、ということでね、パーツ差し替えてきました。見ていきましょう。いや、かっこいい。めっちゃかっこよくなってる。このジャガン、いいね。で、ちょっとね、口角が上がってね、ちょっとニヤってした顔になってますね。いや、いいわ。ジャオ演説黒竜派、すげえかっこいい。素晴らしいね。いや、自分はね、この感じで飾ろうと思いますね。やっぱジャガン開眼してないとね。いやー、できいいね。
球の造形とかもねいいですよ。いや素晴らしい。いやこれはね本当ね欲しかったんでね、悠々白書のフィギュアの中でも。悠々白書のフィギュア自体があんまないからね、そうそう、立体化とかねそういうのになってないからな、まあ、このぐらいのサイズのがね、うん、ということでね、今回は、ことぶきやから発売されました悠々白書の、ヒエ、こちらをね、紹介させていただきましたが、とりあえず次回の予告もしちゃいますか。はい、じゃあねちょっと一旦これをちょっと片付けましてですね、で、次回開封する予定のを立て続けにね紹介します。こちらです。じゃあ、はい、悠々白書から、クラマなんですけど陽子バージョンということでね、はい、ちょっとこちらをね、開封したいと思います。はい、出来良さそうなんでね、これもちょっとでかいんですよ箱が。やっぱりあの比叡は身長がね低いんでね、あれちっちゃいんですけど、クラマはねしかも陽子になるとなってるからねでかいんだよね。はい、半端な攻撃は逆効果だ。さあお仕置きの時間だ。俺を怒らせた罪は重い。かっこいいね。女性ファンがね、多い、陽子クラマ、はい、こちらをね、次回開封したいと思いますのでね、ぜひ、この機会に、チャンネル登録、もしくはね、見ていただけましたらぜひねいいねボタン押してください。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。